ドリルで穴開きました。ジェットモグラだけに。5 4 3 2 1。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、タンサックです。今回はサンダーバード2号&救助メカの51号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。じゃん。お、ジェットモグラがいよいよ最終段階に入っております。今までのサンダーバード2号&救助メカの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。それからチャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。よいしょ。それでは早速パカ作っていきましょう。頑張っていきまーしょい。ということで、すごいね、このドリル。わ、ちょっと鋭利かもしれん。ちょっと鋭い感じ。よし、じゃあまずは4号の組み立て、4号コンテナの組み立てだと思いますので、あ、4号じゃない。4番コンテナポットのフレームの4から7。ということで、4、5、6、7って感じかな。と、ジェットモグラはドリルの先端部の組み立てになります。それで、前後に準じた形となるので、比較的スムーズに行えるでしょう。細いパーツの組み合わせなので、壊さないでね。左右側面のパーツが取り付けられるまでは今後の作業にも気をつけてくれたまえ、とブレインズさんがおっしゃっております。よし、ではビスがあるけん先に開けちゃおう。ほい。なんかいつもさ、こう組み立ててから、あ、ビスって、ビス誰か開けてってなるけん、もうビスは開けとこう。一種類の時はね。はい。じゃあ、ジェットモグラは、まあ、後からで、コンテナー。はい。コンテナをね、また裏返すんだけど、空中でやるしかないって感じだね。まずは4番。ここにね、ちゃんとここに4と書いてあるから、4番からいきます。少し広げるようにしな、あ、待てよ。裏返しにします。ひょいっと。で、ここに4番って書いてあります。で、4番ここにカシャンってやって、ちょっと広げつつ、こうだね。こうしていこう。はい。4番がこの状態で、ネジ止めします。おお、たた。滑り落ちる。よいしょ。スムーズにいくでしょうか。
そして慣れない、これで、おっとっと、もう半分やることにします。あ、結構いったわ。よし、危険だな。それで反対側も止めたよ。はい、じゃあ次5番いきます。5番は片っぽだけですね。ここにちゃんと5って書いてあって、5の場所にやります。よいしょ。ビス。あらら、よいしょっと、 OK、 スムーズだね。次に、次は6番ね。まあ予想はしてたけど。じゃあ6番。66。いきます。はい。ネジ先にさ、開けといて正解だったよね。よいしょ。くるくる。ギュッと。よし、できた。そしたら、1、2、3、4箇所できました。ガタつきがないか、見てね。うん、バッチリだね。バッチリ。ブレインズさん、バッチリです。そしたら次、これを表にします。じゃん、骨骨。じゃあ次、このビヨーンと長いやつを、こっちがフロントでこっちがリアで、大きい方がフロントだよね。で、この向きでここにくっつけるんだけど、フレーム7はまず中央付近のフレーム3に続いてフレーム4と組み合わせて固定します。真ん中から固定していきます。はい、ここととはいえ全部一緒だと思うんだよね。こうできた。ここからやるとやりやすくなりますよ。完全に噛み合わせてください。はい、よいしょ。ここ浮いてる。これ完全か。あ、今入った。ここ辛い位置になるんだ。ここなったね、完全に。あ、なった。ここも奥まで。これが入ってないわ。お、うん、入んない。あ、入らん。入った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 。これだけ入んない。ん？どうする？これは入ってる。これが辛い位置になってない。折れない？大丈夫。痛い。めきって。めきっとは言ってないけど。え？どうしよう。全然入んない、これ。あ、もう指が痛い。
いた。うん、こんなもんかな。どうでしょう。ここなんか、こことここの差がないじゃん。ここはすごい差がある。ちょっととりあえず指が回復するまでこれでいきます。ぴったりと噛み合いますって書いてあるから、やっぱりちょっとこれは、あ、そうだ。これを使おう。入った。入りました。じゃーん。できた。そうなると、なんかこっちが浮いてきた。これが完全に浮いちゃった。おぉ。いいね。ちょっと危険でしたけど、できました。OK。よし、じゃあ、今号は、4号のコンテナはこれで完成です。ありがとうございます。ちょっとヒヤヒヤしたね。はい。じゃあ次いきます。じゃあドリル組み立てていきます。今号でジェットモグラの要となるドリルを組み立てて完成させます。ガントリー部分のディテールを取り付けるときには、組み上がったガントリーブ、ここね、ここを破損しないよう無理な力を加えず、慎重に作業しましょう。さっきめっちゃ無理な力加えたよね。そういうことはしません。はい。じゃあ、ドリルと、ドリル基部、リアカバー、黄色はリアカバーとタンク2つ。はい。これで全部です。まずタンク R とタンク L、あ、ここに書いてある。タンク R、なんかね、この中に書いてあるタンク R とタンク L って書いてあります。そしたら、タンク R。を先にくっつけます。R をこのガントリー部分の、なんか外してあるな。ちょっと外す？ちょっと外します。外さんでもいいか。このままいく。ここ、この2つの穴に、逆だな。こうだ。で R をここ、こうだね。あ、違う違うわ。ん、こう、いや、こうだね。この状態で取り付けます。赤いのがちょい右側。無理な力は加えません。あ、取れた。ん？ん？違うんかな？なんか違うな。あれ？ R だ、あ、L だった。ああ、早速間違えた。R の方を、ここに刺します。ん？合ってるね。合ってます。ほっほっ。いや、入んない。
無理な力加えちゃう。入らないな。なんで？入んない。いたいたいた。こっちやってみるか。ん？なんでだろう。なんか違うんかな。こう。こっち向きか。なんか穴がすごくちっちゃい気がするんだけど、うわバラバラになりそう。これバラバラになったらショックだな。絶対ここだと思うんだけど、違う？いろいろやってみる？いろんな方向からやってみる？こっち？実はこっち。違うよね。これで合ってそうだよね。こうか。絶対ここ。ほらなんかやばい。これはやばい。穴も絶対ここで合ってると思うんだけど。ここ。ここで。こうでしょ？絶対あっちょけど全然入んない。そこにいる？内緒でいる？内緒？全然入らん。後にする？なんで？違う？片っぽも入んないよ。力技？接着？角度？いや、バラバラの人。助けて。逆かな？ちょっと、穴広げるわ。めっちゃ大変。ダメだ。入った。めっちゃ大変でした。入りました。シャン！これね、全然穴の大きさとこれのピンの大きさが全然合ってなくて、ドリルで、まあドリル。ドリルで穴開きました。ジェットモグラだけに。あー大変だった。めっちゃ大変だった。よし、じゃあ次行きます。これ、リアカバーを取り付けます。わー、これもハイランパターンじゃない？
これをこうだね。広い方を真ん中にして。お、入った。そしてドリルの後方開口部にドリル基部の細い方を完全に奥まで刺します。え、めっちゃすんなり。お、で、はい、これでドリルの完成です。そして、これ向きなし？まあ、ドリルぐるぐるぐるってするけんどこでもいいんかな？いい。あ、すごい鋭利なんだけど。触るとこがない。こんな感じ？あ、いたたた。いいかな。良さそうだね。できた。あ、接着する？まあ、接着したらドリルぐるぐるせんよね。あ、パカって感じ。いい？いいのかな？でもまあ、これで落ちなかったらいいか。そしたら、これをこうして入れて、んで、これを組み上がったドリルのボディのスライドガイドをスライドレールの溝にはめます。これか。これをここにはめる。はぁ、すごい。はぁ、すごい。で、スライドさせる接着はしませんよ。おー、すごい。ガントリーは手動でこうやっ、ん？違くない？違う。こうだ。逆だった。こうでした。これで、こうだね。はい、できました。やったー。あ、ちょっと待って。でも接着しないんだよね。で、ドリルのボディはこうやって取り外すこともできますよ。っていうことです。ちょっと外せすぎな気もするけど。はい、できました。これでドリルで地面を掘っていきます。完成。はい、ちょっとこれがタンクがめちゃめちゃ苦戦しました。ドリルで穴開けました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。探索では週に2回模型作りの生配信をしています。視聴者さんを探索団と呼んでいます。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか？探索団はあなたの入団を待っちょよー。ガシャン。それでは次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。またねー。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。